じゃ見かけないものも置いてたりするんですよ。自然食品屋さんにしか普段置いてないものを鶴屋さん置いてたりするので、ジュースとしておすすめかなと思います。1本お土産みたいなのもとってもおすすめじゃないかなと思います。皆さんこんにちは、アスリート栄養チャンネルの北見です。こんにちは。なんだか1年ぶりですね、この企画。今日は年間商品15選ぐらいですかね、紹介していきたいなと思います。実に1年ぶりですかね。実際に鶴屋さんは本当に行き過ぎて、もう今日も行きましたし、来週もお仕事の関係で行かせてもらいますし、なんならもう本当月に1回は最低に行ってる、都内在住にもかかわらず行ってるんじゃないかっていうぐらいヘビロテをしてまして、もう今日15選なんですけど、でも15品じゃ効かないぐらい自宅の中の商品も結構鶴屋さんでこう占めてるものもありつつ、もう本当日常と化しすぎてまとまって取ることもなかったんですけれど、今日はご紹介していきたいなと思います。私ですね、小学生からプロのアスリートまで栄養サポートをする会社をしておりまして、そんな中でも鶴屋さんは結構こう選手たちの合宿態度だったり、こういうところでもこう結構貴重な存在といいますか、欠かせない存在でして、鶴屋さん無添加商品系が結構多くて、かつお土産にもめちゃめちゃおすすめですよね。軽井沢の店舗だけでなんか1日何億円とか行くみたいですよね。観光地と貸しているスーパーなんですけれど、私も日常生活しても非常に助かっているスーパーかなと思っております。長野県産のものが多かったり、無添加商品だけじゃなくて、いつもは百貨店に入っているノースカラーさんっていう無添加系の棚があったりとか、おやつもリーズナブルなのに無添加で質もいいみたいなのが結構揃っているので、おすすめなスーパーなんですけれども、早速行きたいなと思います。今日一つ目はオイスターソースでございます。これちょっと酵母エキスは入るんですよね。これがこうリーズナブルかつ安定して置いてあるっていうのは高評価ポイントとしておりまして、もうすぐなくなっちゃいますよね。中華作るともうすぐなくなっちゃ う、 こう隠し味とかに使うとね、オイスターソースすぐなくなっちゃうんですね。200円台だったかなと思います。今日ストックとして買いました。おすすめです。次にですね、このオイスターソースも美味しいですけれど、もうこれも何本リピートしたかわからない商品、それがリアルすぎるこのとんかつソースでございます。もうこれも何本リピートしたかわかんない。これもちょっと酵母エキス入るんですけれど、野菜、果実、リンゴ、玉ねぎ、醸造酢、あと砂糖、食塩、伝香、香辛料、酵母エキスでできちゃうの。リンゴも入ってるんですよね。美味しいんですよ。ちょっと甘めなんですけれど、隠し味に使うこともあれば、お料理に合わせて使い分けているかなと思います。何に使ってることが多いかな？たこ焼き？お好み焼き？そういった系にはソース使っていることが多いんじゃないかなと思います。のソースと混ぜて使ってもいいですし、めちゃめちゃ高くはなかったです。おすすめです。次に行きましょう。これもリピート商品系と言いますか、もう行ったら大体いつも買います商品前も出たかなと思うんですけれど、長寿原キムチさんでございます。これも食べてるかな。来週前から一旦買わなくていいかなと思ってあったものを出してきたんですけれど、白菜、おだし、唐辛子、大根、ニラ、砂糖、ニンニク、食塩、リンゴ、網、塩辛、あと麦芽水飴、玉ねぎ、いわし塩辛、もち米粉、そごうがごまでできております。こう都会だと OK スーパーさんとかで別の商品としてもう少し小さめのサイズ、もしくは同じ商品で高く売られてることがあるんですけど、鶴屋さんが同じ無添加、同じ乾物食品さんが作ってるもので、割とリーズナブルがおすすめです。これ美味しいし、なんかあと豚キムチに使っているかなと思います。次行きましょうか。これレモン果汁、これね、有機レモンのレモン果汁なんですけれど、製造所は和歌山県で作られているんですけど、有機レモンジュースストレートですね。イタリア産の有機レモンが使われております。で、私最近もう普通のお水にドリンクとしてこうレモン汁入れてビタミン C をこう補給するのに結構使っていますね。こうおすすめかなと思います。選手たちのこうドリンクに使ったりもとってもいいかなと思います。さっぱりしますね。次にですね、いやこれは今日まだ出てなかったんですよ。私はケース買いしてまして、リンゴのシナノスイートになるんですけど、シナノスイートに関しては添加物が入らないんですよ。で、瓶で400円台ぐらいで、これがですよ、コロナ禍明けて去年がもうめちゃめちゃ早くに売り切れてて、6月時点はあったんですけど、7月過ぎ8月ぐらいでもうなくなってて、欲しい方は早めにですよね。2月出て6月ぐらいまで4ヶ月ぐらいはあるだろうっていう商品で、賞味期限が1年ぐらい持つので、リンゴジュース糖質アップにもおすすめですし、美味しいんですよね。ジュースとしておすすめかなと思います。1本お土産みたいなのもとってもおすすめじゃないかなと思います。その次にもう一つ、こうオレンジジュースなんですけれど、こう鶴屋さんね、いいところがストレートの1リットルのスペイン産かなのオレンジジュースが299円、まあ、270円台ぐらいで売ってることもあるんですね。今トロピカンズさん300円超えてますよね。400円台近くなってるスーパーもあるかなと思うんですよ。
この1リットルのオレンジジュースがこっちも結構おすすめかなと思います。鶴屋さん行く方はぜひ買ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。続いてはですね、同じ値段だけど普通よりもちょっと多いんですよ。 300g 入ってるんですよ。この大きいんですよ、同じぐらいの値段で。あとこの白いえのきより私はこっちの原種えのきの方が好きで、しっかり入ってるんですよね。でこれもおすすめですし、私が結構好きなのはこのね、マッシュルームさんが結構好きで、兵庫県産なんですけど、マッシュルームが比較的リーズナブルで安定して置いてる。でブラウンマッシュも普通のマッシュも置いてるっていうのも、しかもプリッとしてて美味しそうなんですよね。これもおすすめじゃないかなと思います。じゃあ次にですね、これも結構ヘビロテ、長野県のベビーリーフちゃん、サラダにこのまま乗っけたら美味しいですし、取りやすいですよね。美味しいんですよね。これ長野で遠征するっていう選手も比較的いるんですけれど、そういった時のおかずの一つとしてもこういうの使いやすい。このちっちゃい版も売ってるので、こういうのもおすすめかなと思います。次行きましょう。これも結構ヘビロテと言いますか、鶴屋さんで行ってる金子食品さんになるのかな、金子味噌食品、徳島県の会社さんですね。これも便利だなと思うのが、こちらはなんかこう醤油麹を作るのに常温で置いといても、なんかすごい美味しくいい感じにできる気がしている。でももっと麹のプロの方が見ていらっしゃったら、なんかこれがおすすめとかぜひ教えてほしいんですけれど、使ってる醤油とフィット感がいいですかね。美味しい感じがしていて、醤油麹を作る際に重宝して、なんかぴったり 200g 入っていて、200何十円ぐらいだったかなと思うんですけれど、もうめちゃめちゃこれ使いやすくて、醤油麹なくなったなと思ったら2、3ヶ月に1回ぐらい足して作っております。次に行きましょう。じゃじゃん、国産春雨になります。ちょっとお値段若干上がるんですけど、150円ぐらいに上がってたかな。じゃがいもでんこ、さつまいもでんこ、米油でできております。こっち屋さんに置いてるんですよね。国産春雨美味しいです。これ2回3回目リピートぐらいですかね、リピート商品でございます。次にルバーブジャムでございます。ルバーブジャム、ルバーブってね、そもそもみたいな人もいらっしゃるかと思うんですけど、ルバーブ、砂糖、これゲルカゾやペクチア、リンゴ由来のものでできております。ルバーブジャム美味しいんですよね。ちょっと酸味があって、木竹がですねパンを食べない感じで、この前やっとおろしたこちらもですね、アマオジャムも鶴屋さんがすごいなと思うのが、これ400円ぐらい、こっちも300円いかないくらいですかね、400円ぐらいで1個九州産のいちご、砂糖、レモン果汁でできて、めっちゃいいですよね。安定して置いてあるっていうのも高ポイントですし、高すぎない。国産のいちごで比較的シンプルな材料でできてるものって600円台とか700円台とかしているイメージなんですけど、安定して売ってるっていうのも結構高評価ポイントかなと思っております。リピート商品でございます。ルバーブなかなかね、チーズと合わせると非常に美味しいかなと思います。酸味があって美味しいんじゃないでしょうか。次に米油でございます。基本はオリーブオイルなんですけれど、米油はちょっとこう油をたくさん使うとき、和食系のときは米油にしてまして、角食品さんの米油ですね、美味しいし、なんか比較的リーズナブル、めちゃめちゃ安いとかではないんですけれど、比較的こうリーズナブルに買いやすいかなっていうところで、角食品さんの米油も鶴屋さんで売っておりました。前回の動画ではトマトパック紹介したかなと思うんですけれど、これもなんか鶴屋さん謎に安いんですけど、たまにこのピンポイントな商品で安いみたいなのがあるので、ぜひおすすめです。ちなみに去年の無添加商品の回とかで紹介してる昆布ポン酢が鶴屋さん置いてるんですよ。都会じゃ見かけないものも置いてたりするんですよ。自然食品屋さんに3人しか普段置いてないものを鶴屋さん置いてたりするので、おすすめスーパーでございます。最後ですかね、行きましょう。このね、これは越後油揚げ、とちお揚げっていうのが名称としては正しいですかね。冬じゃないと持って帰るまでに温まっちゃうんで、寒くなってきたらとちお揚げの季節だなと思っているんですけれども、新潟県長岡市でとちおビーンズ株式会社さんで作られていて、豆大豆と菜種油でできております。そう、ちょっと脂質は高いので、いつもは難しいかなと思うんですが、これをどうするかというと、まあそのままなんか先ほどの豚キムチするときに使っても美味しいですし、半分に切って、さらに半分に切って、ピザみたいな感じで、そうピザソースを作ったりして、その上に好きな具材乗っけて食べたりすると、とってもこう美味しいなっていう、ちょっとパーティー料理感があって美味しいなっていうところで買ったりもしています。これもおすすめですね。安定してこれも鶴屋オリジナル置いてるのもおすすめかなと思います。いかがでしたでしょうか。一旦今日買ったものとご紹介してきました。もうガチリピ商品ばっかりだったので、参考になっていればとても嬉しいなと思いますし、これもおすすめっていうのあればぜひご紹介いただけたらなと思います。鶴屋さんの確かおにぎりは油は入っていたけど、それでもシンプルな材料で確かできていたんですよね。たくさんおすすめの商品思いつつも、今日はガチリピ商品に絞ってお届けをしてきました。このチャンネルではアスリートのための栄養の情報や無添加情報を発信しているので、ぜひチャンネル登録お願いします。そしてですね、概要欄には公式 LINE 等の
イベントだったりレッスン体験会等の情報も発信しているので、そちらからもチェックいただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート栄養チャンネル北見のりでした。